こんにちは、ミミです。今日は日暮里駅までラーメンを食べに来ました。2番出口の方に出るとすぐ横断歩道があるので横断歩道を渡ります。二郎系のハイパーファットに到着しました。到着したかと思ったらこちらは看板だけでしたので、看板を右手にこちらの細い脇の道を入っていきます。さっきの看板がないとかなり分かりづらいんじゃないかなと思います。お店に到着しました。ハイパーファットンです。日暮里駅から徒歩1分ぐらいで到着しました。それでは入店したいと思います。食券機の上にハイパーファットンのカップラーメンがありました。お持ち帰りメニューは鍋持参でもいいんですね。すごいですね。ここのお店は食券を買ってから外で並ぶようになってるみたいです。初めての来店なのでどうしようかと思うんですけど、限定いいっていうのは今日今週のメニューみたいですね。週替わりでメニューが変わるんですかね。今日はとりあえずミニラーメンとチャーシューが食べたいので豚系を追加したいと思います。うずらも気になるんですけど。お水はセルフサービスになってます。シルバーのコップでちょっとおしゃれですね。緊張のニンニク入れますかというコールですが、これは野菜増し増しはできないみたいで、あとは全部できるみたいです。ニンニク入れますか。少し。私も真似してニンニク少しにしました。ミニラーメン800円、豚券200円で2枚のチャーシューがついてきます。チャーシューを追加したので特に油増しはしなかったんですけど、意外とさっぱりしてそうで油増ししても良かったかもしれません。ニンニク少しのコールでこちらの量ですね。結構入ってますね。もやしは入ってないんですけど、キャベツが入ってました。美味しそうです。チャーシューにニンニクが合いそうなので少し乗っけて食べてみたいと思います。初めて食べるチャーシューなのでどんな感じでしょうか。結構分厚くって重いです。すごい柔らかいです。噛まなくてもサクッと切れる感じです。チャーシュートッピングしてよかったです。キャベツを食べてみたいと思います。甘みがあって美味しいです。スープと合います。スープはどんな感じでしょうか。少し油が浮いてて美味しそうです。思ってるよりもしょっぱくって美味しいです。ラーメン二郎のスープは甘みがあったんですけど、こちらのハイパーファットのスープはあまり甘みがなくって醤油が先行していますね。癖になるスープです。コールで味を濃いめにしたら結構しょっぱいかもしれません。様々なのか、あまり今日は脂身の少ない部位が当たったみたいですね。
ミニラーメンなので麺の量は 150g になってます。二郎系らしく太めの麺で美味しそうです。がっしりしてる麺なんですけど、そんなに硬くなくって食べやすいです。小麦粉の風味がするんですけど、結構麺が茶色っぽいんですよね。太麺なんですけど、スープが結構染み込んでいて、味が足りないとかそういうこともなくって、ずっとしょっぱ美味しい感じで食べれます。ちょっとだけうどんにも似たような食感ですね。美味しいです。調味料を味見してみたいと思います。お醤油の味しかしないんですけど、これはラーメンダレだったのでしょうか。見た目がカレー粉に見えた調味料が、これは一味でしたね。初めて来店される方は、辛めのコールをしないで調味料でちょっと調節しながら一回食べてみた方がいいかもしれないですね。デフォルトでも味は濃いめですけど、それでも全然美味しいです。太麺だけに全然最後の方になっても伸びなくって美味しく食べれます。今日はミニラーメンにしたんですけど、思ってたよりもペロッと食べれちゃいました。このチャーシューが本当に美味しいです。これ一本豚でお持ち帰りもできるみたいですね。お昼過ぎの1時半ぐらいに来たんですけど、半分ぐらいも席が埋まってました。食べ終わる頃にはまた行列ができていて、ちょうどいいタイミングで来れたと思います。次に来る時は限定のメニューを頼んでみたいですね。ごちそうさまでした。